竜宮城のお風呂楽しみ。女湯には金の湯があるのかな、楽しみ。よいしょ。うわー、すごい景色。へー、こっちはすごーい、広い、気持ちいい。あ、俺はジャイアン。こっちはすごいいい景色。これがオーシャンビューってやつね。すごーい、きれい。あー、すごい。本当になんか自由になった気分。ここが私のオーシャンビューです。いいなぁ。こんなにさ、全部が海のことなんてないもんね。あ、下プールか。嬉しい。で、雲、太陽、海、空、私、中心に世界が回ってる感じ。するする。聞こえた。一番風呂だと思ってたのに。まさか一番風呂だと思ってたのに。オタク？男だ。男だ。絶対男だ。やばい。恥ずかしいより恐怖がかってる。でもそんなわけないよね。え、私間違えた。そうか、朝は女風呂、朝は、いや、さすがにそうだよね、間違ってないもん。女性の方だよ、びっくりした。あー、気持ちいい。男だ。あー、気持ちいい。男だ。女子で、あー気持ちいいって言わないもん。男だ。アイコ歌ってるもん、女の子だよ、びっくりした。アイコ歌ってたら女子だ。めっちゃ男じゃん。え、見れば見るほどめっちゃ男だ。男のちょっと高い声の出し方だったわ。恋しちゃったら海ついてないでしょ、星の夜めかけて。いい歌うのは女子だね。男だ。メッセージ。女子のメッセージって言うもん。男だけだもん。メッセージって。メッセージとメッセージ全然違うもん。男だ。やばい、もう帰ろう。露天風呂楽しみだったけど。また終わりや。危ない危ない。太陽くん、男の人と一緒に混浴するとこだった。ああ、危なかった。私のロッカーどこだっけなぁと。でもやっぱりお風呂入りたいな。そっか、あっちのお風呂入ればいいか。ただね。あれ？いなくなってる。あれ？いなくなってる。よかった。
なんだ、さっきは幻想だったのか。じゃあ入れるね。どこにしようかな。ここ大船からでしょ。じゃあこっちもいいな。初湯、あ、立って入るお風呂か。いいね。なんかここは入りたくなくなった感じ。入ったの。いいね。歌せい、歌せいもある。気持ちよさ、歌せいにしあった。歌すぎて全然打たれてない。おい、どうした姉ちゃん。姉ちゃんはね、おずとこだ。お姉ちゃんどうしたの。もうお風呂気持ちいいから入りなさい。なんかボタン押すとこあるんで。え、あ、これはこれまずいよ、このボタン押すが。なんか落ちとこあったんで。ああ、いや、なんか気になったから見に行っただけです。あ、そうなんだ。はい、いいよ、気持ちいいよ。気持ちよさそうですいません。なんかあのお姉ちゃんさ、その悪いんだけど、そのずっとこっち側にしてないかなと思って。あ、はい、すいません、勝手に気にしなかっただよね。そのすごい私傷ついたというか、あの人だすいません、もうびっくりしちゃって。うん、すいませんでした。だから本当に安心して入りな。そうですか。うん、本当にその勘違いしてると思うよ。あ、ありがとうございます。あの、あ、私、あの奥さんも子供もいるから、あの既婚者だから、独身とかじゃないから。悪い夢。